じゃあ真面目に言ったらちゃんと答えてくれる？答えるって、僕皆川さんのことあんまり知らないし、大体なんで僕なんか。皆川さんならもっと他に好き。それで古谷くんは？僕は付き合うとかはまだ分かんなくて、そのでも。何笑ってるんだよ。だって古谷くんが可愛いから。もうこの話終わり。まだ答え聞いてないわ。でも僕が答えようとしたらまた笑うでしょ。うん。